はい、どうもカフェオレーベルの原です。どうもよろしくお願いします。ミックスをちょっとこうやってみようということで、ざっくりと適当なバランスでなっております。北川直義くんの、セカンドアルバム、弱い心でという曲をちょっと流しております。これをねミックスしていこうと思うんですけども、で今ね基本的なこう各トラックの、下ごしらえは終わってる状態です。各トラック全部イコライジングとかコンプとかね、もろもろかけまして、まずこのね下ごしらえが重要なんですよ。下ごしらえはねちょっと時間かかるしすごく手間です。1トラックずつね音をちゃんとベースの音はこうねベースの音らしくこう程よく綺麗にしてあげてみたいなね。でこれとキックですけどね、キックバスドラムですね。バスドラムで、これスネアドラムね。スネアもマイク2本立ててるんで、表の音と裏のスナッピーの方の音と、でこれがトップに、ドラムのトップにこうステレオでね、立ってるマイクで、これドラム全体がまあ鳴ってるわけです。あとまあタム類ね、フロアタムとか、あこれどんどんってきましたね。これねドドドンと、これねドドドドン、これね、これがドラム類でございます。そしてオルガンが鳴ってますね。ミゾルギーソロギー先生がですね弾いてある、これでございます。これねオルガン、おちょっとリバーブなんかかかったりしてね、これってかエレキギター、はい、これがね、正午白石大先生がね弾いてて、あドラムはね大浦友蔵大先生がね叩いてるわけですけども、そして歌が直義北川歌ってます。アコースティックギターもこれねアコースティックギター、これでまあボリューム上げ下げできるわけですけども、まあ、こういう編成になっております。全体でちょっとざっくり聞くとこんな感じ。でまあほんとね、もう一個一個の、トラックの音はすごいもう綺麗に下ごしらえしてあります。この下ごしらえがさっきも言いましたけどもね、もう何度でも言いますけど一番重要です。でもそれは時間かかるしちょっと手間だし、いろいろ説明も非常に長くなってしまうんで、今日は一番のお楽しみの部分、バランスをとっていく、一個一個下ごしらえ終えてからバランスを取るんですよ。一気にこう全部立ち上げてね、イコライザー触ったりね、コンプかけたりとかわけわかんなくなりますからね。ミックスは順番、正しい順番というものがあります。これ順番通りにやることで本当にねミックスが楽になるんですよ。こう全部フェーダーを立ち上げて、あれが聞こえないから、これも上げて、あしたらこれが聞こえなくなったからこれも上げて、結局全部こうどんどんフェーダーが上がって、あこれまた聞こえなくなったからあこれも上げてみたいなね、そうなっていく現象がね、最初よくミックスというのがわからない状態でやり始めると、そんな風にね、なんか全部音を出して混ぜていくのかみたいにこうね、わけわかんないってなる人がね、私もね昔はそうだったんですけどね、順番っていうのがあるんですね。その通りにやれば大体うまくいくんですよ。でもこの順番もね、いろいろこれエンジニアさんとか人によってねあるし、あと曲によってとか時と場合によっていろいろ変わります。今回はねそのベースから固めて、ベースを土台にして、そのベース基準で他の音を全部ちょっとずつ一個一個検証していくっていうやり方。でも例えば弾き語りベースで、弾き語りでボーカルと歌物でね、歌を大切にしたいなみたいな時はこう歌とアコギからね作っていったりする場合もね、この弾き語り状態からバランスをとって他は後を添えていくみたいなやり方とか、まあいろいろあるんですけどね。あともっとこうグルービーなやつはドラムから作っていくとかね、いろいろまあ方法はあるんですけども、今日はちょっとこのね、私がまあよくやってるこのベースから固めていくってやり方でやっていこうと思います。こんな感じで木村隼人大先生がですね、弾いておりますベースでございます。でまずはねベースの音量決めるんですよ。これが重要です。ベースっていうぐらいなんで、もうベースなんで、いわゆる音楽の土台です。地盤ですね、土台。これがまあほんとね、ベースがしっかりしてないとダメですよ。演奏はもちろんですけどね。でベースの次に、ボーカルです。これ順番ね。
ベースの次にボーカルいきます。でベースとボーカルだけ聞いて商品になるぐらいな感覚でですね、こうサビのあたりを聞くといいんですよ。一番心でまた朝を迎える、東京のせいだとか言う、こんぐらいですね。まあね、ベースとボーカルだけの音楽ってあんまりないですけどね、けどそのベースをまずの音量を決めて、でこれがまさにベースなんで土台ができるんですよ。音楽の土台です、これが。でこの土台の上にいわゆる歌主役ですね、まあ、メロディーっていういわゆるいわば柱みたいなものです。建物で言えば土台ができて、ベースが土台で、その上にこう柱をバランスよく乗っけると。でベースとボーカルだけ聞いて、もうファミリーレストランで流れててもまあ聞けるんじゃないかぐらいだね。なんかそういったイメージでベースとボーカルだけで商品になるようなバランスにまずします。こんぐらいかな。これじゃ小さいじゃないですか。これベースだとでかすぎますよね。ベースはまず固定です。まずベース固定でボーカルを、私なんていいのよ、これだとほら上げすぎ、これがお似合いよ、ただの言い訳でしたかれて、弱い心でこう体が踊り出すようなね、こんな感じ。私なんていいのよ、これがお似合いよ。はい、これでまずベースとボーカルのバランスが取りました、これね、これでも4.5割ぐらいできたぐらいなもんなんですよ。これが重要なんです。まず土台ができて柱が立ちましたっていう状態です。でこれであとは壁を作っていく、その時に例えばですね、次はだからまあね、せっかく北川くんはね弾き語りの男子ですから、アコースティックギターを加えてみたいと思います。これね、これはでかすぎるじゃん。でかすぎるね。体が動き出す瞬間っていうのがあるんですよね、ミックスもこうね、やっぱりこうちょっと踊りながらやんないと、こんな固まってやっててもね、あんま楽しくないですしね、疲れてきますので、で自然にあグルービーだぜってこうなった瞬間が正解な位置かな、はい、いい感じです。はい、そしたら次オルガン行ってみましょうか。オルガン行きます。こんくらいですかね。この時ちょっと今気づいたかと思いますけども、アコースティックギターは消してます、またミュートしてベースとボーカル、これが基準です。ボーカルがありベースがあり、この土台と柱を基準に一個一個添えていくんです、壁を作っていくみたいな感じですかね、でこれね、録音してる時からなんとなくイメージはするんですけど、さっきアコースティックギターがありまして、正午白石のねエレキギターも入ってて、だからベースに、これベース、黄色いのがベースですね。で赤いのが、オルガン、そしてエレキギターがこの緑のやつで、エレキギターのソロがこのもう一個緑のやつで、アコースティックギターがこれ北川くんのね、でこの青いのがボーカルになってるんですけど、これがこの下のミキサーとこうね、まあリンクしてるわけですが、アコースティックギターがやっぱりこうベースがあり
ボーカルがあり、でそのボーカリストがいつもアコースティックギターを弾いてるわけなんで、いわゆるパンですね、右に置くか左に置くか、ステレオの。そうするとね、ベースがいて、ボーカルがこう真ん中で鳴ってますよね。でアコースティックギターは、これすると、ヘッドホンで聴いてる人は分かるかと思うんですけど、今一番左に行きましたね。こうすると、はい、右に行きました。で、まあ、弾き語りしてる風なんで、まあ、ど真ん中でもいいし、まあ、ほんのちょっと左とかね、ほぼ、ほんのちょっと左。これ、ね、ボーカルと一緒にアコギってセンターでも全然いいんですけど、まあまあちょっと気持ちね、なんとなく精神衛生上ちょっと左に置きたいみたいな。でちょっとパンをずらすだけで、その被らないというかね、ちょっとそれぞれの存在感が出てくるんで、ちょっとだけ左に置いてやりましょう。でそう考えると、あと楽器が、コードとか伴奏の楽器がオルガンとエレクトリックギターがあるわけなんで、これを右と左に添えてやりたいなと。わかりますかね。土台があって、歌があって、でアコギがあって、でまあ、その両脇に、オルガンとエレキギターのこの伴奏を置いて、こう壁固めてやろうかなみたいなイメージですね。でちょっと話脱線しましたが、オルガンに戻ります。オルガンはちょっと右に置いてやりましょう。わかりました、ね、こう左に行って右に行って、ちょっと右ぐらい見てみましょうか。でバランスを取ります。こんな感じですかね。はい、これ何度も言いますが、ベースとボーカルに対してオルガンがどんな感じで入っているかと、これだけで商品になるようなイメージ。これでファミレス流れても全部聞こえてくるね、この感じ。はい、でこれに対する形でエレキギターを左に置きます。ちょっと左にね、これでこの時ね、またオルガン消してますからね、3本だけです。ベースとボーカルとエレキギター、これでバランスを取る。ただの言い訳でしかないの、こうやって1本ずつね、ベースとボーカルを土台にどこに置いてやるかなっていうのを一個の音だけで置いてってやるんですよ。全部立ち上げてやらないってことです。これちょっと心配でしょ、これどうなってるか分かんないじゃないですか。結果全部立ち上げたらどうなってんのか分かんないじゃないですか。でもね、それは最後のお楽しみにするのがちょっと楽しいんですよ。これちょっとね、あえて全部立ち上げない、一個一個やる。でギターソロがね一個あるんですよ。ちっちゃいね、ちょっとね、ギターソロもね、いわゆるボーカルの代わりに入ってくるようなものなんで、まあほぼセンターでいいんですけど、まあこれもちょっと気持ちなんか右に置いてやろうかな、なんとなくな。で確かこの部分でね、伴奏のエレキギターとハモってるんですよ。こうそうするとちょうどよくこう一緒になると、こう左右に微妙に広がって聞こえるじゃないですか。まあそういうこともあって、ソロはちょっと右に置いてみようかなという感じです。別に決まりはないですよ、そうしてみようかなっていう。で音量で、これボーカルの代わりではあるんで、つまりボーカルがないところに入ってくるギターソロなんで、いわゆるボーカルと同じぐらいなバランスにしてやるべきですね。ベースとエレキギターだけ聴いて、
商品になるような感じですかね。こんな感じですかね。うん、ほら、エレキギターが主役が消えて、また主役が入ってくると、こんな感じですね。そして次はですね、またこのベースとボーカルを聞きながらキックを入れていこうかな。キック、バスドラムですね。これ誘惑の数だとか、ただのいい、このねベースとこのキックのね、低音楽器ってこの2つだけと思ってもらっていいです。ええ、本当に一番低いとこ出てるのはこの2つなんで、この2つのバランスがね実はすごく重要なんですけど、これもねやっぱり最初に言ったように下ごしらえの段階でいい感じにイコライジングおよびコンプリミッターなどはかかっておりますので、もう感覚的にキックとベースとボーカルでキックのバランスを取ると。誰かを抱いて弱い心で、ほらこう体が動き出す瞬間がね、またあるかなと。東京のせいだとか、おう、はい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 、いいね。そしたらスネアドラムいきます。スネアの、どっちからでもいいんですけど、スネアドラムの裏、スネアドラムがあってマイクは2本表からと裏からとこう取っていて、これも もちろんそれぞれ下ごしらえしてありまして、ちょっと下のスナッピーのねチャっていうジャっていう音の方のバランスを取りましょう。弱い心でまた誰かを抱いて、弱い心で、こんぐらいですかね。あとこれでかすぎる、痛いわーって感じね。東京のせいだとか誘惑の数だとか、これはまあスナッピー聞きながらでもいいですね。トップを混ぜて、トップも混ぜていきます。はい、これでスネアドラムの、トップと、ボトムのマイクがバランスが取れました。さっきからねサビのとこばっかり聞いてますけども、やっぱりねまずサビのところで作っちゃうのが一番楽なんですよ。サビのところでバランス取れたら、あとは意外とね他のところもうまくいくんですよ。うん、で次シンバル類ね、ドラムのトップのドラム全体のこのマイク、ほらシンバル聞こえてきました。こんぐらいですかね。気持ちいいんじゃないでしょうか。そしてタム類、これフロアタムとハイタムが、タムがねめんどくさく、タムって時々しか鳴らないじゃないですか。でも時々しか鳴らないけどすごく目立つし重要ではあるんですけど、こうね常になるわけじゃないんで、そこを何度も繰り返さなきゃ、めんどくさいんですかね。もっと欲しいね。ドンドドドドンってね、これね、朝を迎えるなんてないや、お、いいね、はいはいはい、はい、これでもうミックスはできたぐらいな感じですよ、本当に。聞いてみましょう。もちろんね最初のその下ごしらえの段階で各トラックのリバーブの量ですとか、
もちろんイコライザー使っていろんな帯域を上げたり下げたりしながら、各トラック一本で聴いても綺麗だなっていう音にまずしなきゃなんないんですよ。そうすればこう最後にこうやってねバランスを取るだけでね案外うまくいっちゃうっていうね、ことが起きるわけなんです。なのでちょっとドキドキですけどねうまくいってるか、これでミックスはもうできたというぐらいなもんです。9割ぐらいは多分できてるはずです。もちろん最後にねこう今から聞きますけど全体で聞いて微調整っていうのを行っていくんですけど多分これでまあまあ良くなってると思うんですよね。聞いてみましょう。意外とはい良かったでしょ、意外とよくできてたと思います。意外とというかまあ毎回こんな感じでやってるんですけども、ああね私ミックスは結構早いですよ、この最後の仕上げの時はね。それまではねそこの最初から言ってるその下ごしらえっていうのがなかなかねここがねちょっと結構職人芸的なところが必要なところはあります。結構いろいろあるんですけどこのミックスバランスを最後に取るっていうのは本当これぐらいなんですよね。もうねオートメーションとかいろいろ書いたりとかさなんかいろいろあるじゃないですかね。なんとか&レコーディングマガジンとか読んだりとかさこうするとこうなんかすごい大変そうじゃないですか。こうでもねまずいい演奏があって気持ちよく録音できてて、でみんなねプレイヤーの方が気持ちよく演奏できてて、そして一個一個の音をこうミックスの前段階でこう綺麗にしてあげる。もちろん最初に綺麗に撮れてるのも重要ですし、オルガンだけ聴いても商品のような、ちょっとうっとりするような、ベースだけ聴いてもおなんか気持ちいいねってなるような、エレキギターだけ聴いてもなんかおかっこいいねって、もちろんアコギだけ歌だけそれぞれ一本一本をもう商品のようなものに、商品って言ってるとなんかやらしい感じですけど、本当に人様に聞いてもらってもこれ一本でもいい音だねって思えるような、音に一個一個します、その下ごしらえさえできたらあとはねバーッともうやるだけです。今みたいに一個一個ベースとボーカルに対してどれかの楽器がどこに置いてあるのかというのを一個一個こう設置していくだけでいいんですよ、で最後にドンと聞いてみると、で
もちろん今なんかまあまあなんかうまくいってますけど、ちょっとこの部分でソロが大きすぎたかなとか、例えば今楽器類がこう非常にシンプルで少ない、トラック数も少ないね、バンドほぼ一発録音プラス、まあアコギとね歌は後で撮りましたけど、まあそんなやつなんでほぼほぼいい感じに仕上がりましたが、ここで例えばサビで、ギター、エレキギターが2本3本入ってくるとかね、こう LR でガーンと、あのパワーコード来ましたとか、いろいろキーボードもストリングスやら何やら入ってきました、パーカッションもありますとかってなってくると、またねもうちょっといろいろサビになったら急にちょっとボーカルが聞こえにくくなったかなとか、そういうことも起きるんですけども、その部分だけボーカルだけ上げればいいとは限らないんで、それによってベースとボーカルのそのせっかく取ったバランスが崩れてしまったらなんか全体にまたおかしくなってくるんで、そうではなくてなんかサビで例えばガーンとギターやら何やら来て、あのボーカル聞こえなくなったなって時にはボーカルをもちろん上げるというのも 一個の手ですけども、そうでないことの方が多いんです。他のギターのボーカルとぶつかってる帯域をちょっと下げてみるとか、一個一個ね、ベースとボーカルとどれかのギターでバランス取ったはずなのにうるさかった場合は、ちょっともう一回ベースとボーカルとそのギターを聞いてもうちょっと下げてみるとか、とにかくなるだけ全体を聞きながらやるということをやり始めてごちゃごちゃになる前に毎回戻ると、毎回ベースとボーカルというあの基準に戻ってバランスを取ってみると、まあそういうことがですね、逆に急がば回れといいますか近道になりますので、ぜひねミックスで楽しいでしょ、ミックスここがね、このバランス取るときは一番なんかワクワクするしね、楽しいんですよね。下ごしらえとかちょっとめんどくさいんですけどね。まあそんなわけでね、今日はミックス実況、ゲーム実況みたいなやつのミックス実況ということで、やってみました。カフェオレーベル&シュガーフィールズの原でした。ありがとう。じゃあこの動画良かった方は、高評価とか、チャンネル登録とかぜひよろしくお願いします。カフェオレーベルでした。ありがとうございました。